姉ちゃん、なんとか言って。ごめん、ミフ。私が悪かったね。お姉ちゃん。ごめんね。そうだ、今日のケーキは新作があるんだってよ。うん、なんか呼んだ？みふちゃん何持ってるの？誕生日いつ？これね、アムアムの占い特集号なんだ。1月4日だけど。すると、焼き座だね。うん、めいめい。あ、ほら、いいこと書いてある。神様到来、なくしたものが見つかります。本当だ、念願の相手との再会があなたを待っています。だってね。本当？どれどれ見せて。ラッキーアイテムはタクシー、携帯電話。あ、トモヤ、なんだよ。あ、ああ、分かった、すぐそっちに行く。ありがとな。ショーゴ、お前ついてくるんだ。アホか！どうして犬が電話かけてくるんだよ。
に行っちゃうらしいの。で、今、学校に挨拶しに来てるんだって、ともちゃんが。ともやが、今、引き止めてくれてるらしいね。無茶言わないでよ。
ずあのボタンを押せばよかったよ。あれが最後のチャンスだったか。わかってるよ。こっちだっていろいろあるんだよ。じゃな。もう。ともちゃん、なんて？タイムアウト。これ以上引き止められないって。ああ。ゆえも最後にもう一度会っておきたかったな、ふみき先生。片倉文樹先生。そうだよ、片倉文樹先生。そう。運転手さん、もっと急いで。先生だ。乗ってたよ。嘘！運転手さん、バクバク、Uターン！
お客さん、無茶言わないでよ。こんな腕前じゃ刑事ドラマで通用しないよ。いいよ、ゆえちゃん、ありがとう。会えたんだから向こうも気づいてたし満足だよ。俺はあれでもう十分だった。サンキューな。あー、ケン。え、あ、いた。何でした？わかったわかった。わかったよ。